日本、アメリカ、ヨーロッパの6つの中央銀行は、ドル資金の供給を強化すると発表しました。今日から開始され、少なくとも4月末まで継続されるとしています。え続いて、経営不安が高まっているスイスの金融大手、クレディスイスグループへの対応について、スイス政府などは19日、同業の UBS が買収すると発表しました。 買収額は30億スイスフラン、およそ4300億円となる見通しです。The liquidity UBS が提示した買収額は当初、最大10億ドル、1300億円と報道されていましたが、金額が上積みされた模様です。ただ、およそ1兆円に上るクレディスイスの時価総額を大幅に下回っています。また、スイス国立銀行は UBS とクレディスイスに対し、最大1000億スイスフラン、およそ14兆円の資金枠を提供します。 さらに、スイス政府が UBS に対し、90億スイスフラン、およそ1兆3000億円の政府保証も行います。こうした発表を受けて、アメリカの財務省と FRB は、金融システムの安定を支援するスイス当局の発表を歓迎するとの共同声明を発表しました。